なんで自分だけ痩せにくいんだよ。周りの人は痩せていくのに、自分だけ食事減らしてるのに変わんない。悔しい。そう思ってるあなたに今回おすすめの内容だって。まず、痩せにくい人の多くは体幹が実は弱いというところにあります。体幹弱いとどうなるのか。例えばバランスが悪い人とバランスのいい人、バランスいい人の方がブレないようにたくさんの筋肉が使われてます。それが日常的になってますから、体幹が弱いということは筋肉の使われているところが少ない、いわゆる代謝が下がってしまう原因になります。そこで今回、代謝を上げるために大切な体幹トレーニングを全部やっちゃいます。一緒に頑張っていきましょう。それではいきます。まずは体幹トレーニングの際は腰を少し痛めやすいので、腰をまずストレッチしていきます。体操座りしたら体を揺らしていきます。いきましょう。スマホ持ったままです。腰をしっかり丸めて転がるだけです。腰がズキッとする人はですね、これぐらいでもいいです。少しだけ動いてください。動ける方はしっかり転がって、少し、はい、OK。 それではやっていきます。まずは膝をついたプランクから足を交互に軽く浮かせます。いきましょう。体幹部を少しずつ使っていきます。体が左右に少し揺れてもいいです。膝を交互に浮かせます。スマホは顔の下で見ながらしてください。これでもまあまあ辛いですね。はい、 OK。 次は横向いて寝ます。スマホは下の手で持ちます。足はくの字、手は腰、体を持ち上げたら下ろす、上げる、繰り返していきましょう。いきます。しっかり胸張って、これで下側の腹筋を使ってます。しっかりお腹周りを引き締めていきましょう。ふう。下ろすときはゆっくり、上げるときは気持ち早くキュッと下の腹筋を締めます。下ろすのはゆっくり。 OK。 反対も一緒です。いきます。では腰、胸張って下の腹筋が伸ばされている感じがあればうまくできてます。あまり違和感ない人はもっと胸張ってください。体はまっすぐです。しっかりね、息も吐きながら、OK。 通常のプランクから交互に足を上げます。いきましょう。こういう感じです。お尻が上がらないように、お尻を締めて体を低くして足を動かします。頑張っていきましょう。あと少し、頑張って。 OK。 今度は足を交互に上げていきます。その時に上体を起こす、起こす、こういう感じです。いきましょう。スマホ見ながら交互に上体を起こしていきます。首痛い方は頭を持ってください。頭を持ったまま体を動かします。頑張って。 OK。 今度は膝つきプランクです。膝をついて手はできるだけ前、腰が反れないように丸めてキープ。いきましょう。頑張って。これラストです。
頑張ってキープ。きつい方は肘を手前に、楽な方は遠くに。キープ。つらい。お腹がつらい。頑張っていこう。しっかりお腹締めて、お尻が上がらないように締めて、あと少し。お腹が、お腹が痛い、お腹が痛い、お疲れでした。今ぐらいのね、短時間でできる体幹トレーニング、毎日続けてみてください。体幹トレーニングやって効果を感じるときっていうのは、いろんなエクササイズしてるときに、なんか安定してできるようになってくるのが気づけると思います。あとはフォームがなんかちゃんとできてるのかなとかね、ちゃんとお腹に効いてんのかなとか、そういった悩みがね、なくなってきます。実は体幹があるとフォームが安定するので、使いたい筋肉にね、しっかり効かすことができてくるんです。そうなってくると、どんなエクササイズしても、しっかり効かすことができてくるので、痩せやすい体がね、断然早く手に入ります。普通に筋トレしても、もちろん体幹って身につくんですが、もうそもそも体幹ない人は、体幹からスタートしないと、なかなか筋トレのフォームがね、うまくできてないので、実は体幹ってあんまり使われないんです。なので体幹からスタート、筋トレをするっていう順序がやはり一般的にはですね、おすすめです。何度も見ながら頑張ってください。今回やってみて、聞いたよ、楽だったよ、もっと長い動画作ってとか、リクエストあれば全然グッドボタンとコメントでよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、SNS によって違う配信方法をしてますんで、ぜひフォローとチェックもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。お疲れでした。